皆さんこんにちは、徳田圭です。今回はプログラマーが身につけるべきサーチ能力についてお話ししたいと思います。プログラミングには様々なキーワードや書き方があり、プログラミングを始めた方はこんなにたくさんのことを覚えなきゃならないのと不安に思いますよね。しかし全ての情報を覚えておく必要はありません。実際プロのプログラマーも専門書に書いてあるようなプログラミングの全ての知識を常に頭に記憶しているわけではありません。知識が必要になった時にどのように調べればよいのかという調べ方を知っているんです。今回の動画ではサーチ方法とは何か、そして実際にサーチを行う際のコツといったことをお話していきたいと思います。オールマイティなプログラマーを目指す上でとても大切なことなので、ぜひ最後までご覧ください。まずサーチ能力とは、わからないことがあった場合にいかに早く解決方法を調べられるかといったスキルになります。プログラミングの知識はただでさえ膨大な上に、日進月歩で常に新しい知識というのが生まれています。これを全て頭に記憶しておくというのは不可能です。もちろんプログラミングの基本的な仕組みや考え方といったものはしっかり理解しておく必要がありますが、その根本さえ正しく理解しておけば、枝葉となる知識というのはその都度調べるという形で OK です。全てを暗記しようとするのではなく、必要な時に探し出せるサーチ能力を磨いていきましょう。プログラミングというとソースコードをガリガリとコーディングしているというイメージがあると思いますが、実際にはコーディング以外にも実装の方法を調べたり、エラーが起こった時にそれの解決方法を調べてそれを試したりといった形で調査をしている時間というのがとても多いんです。これはプログラミングだけでなくサーバーの設定等にも同じことが言えます。毎回同じものを作り続けるだけならば今ある知識だけで作ることができるんですが、実際の開発はそうはいかないので、毎回うまくいかないことや調べなきゃいけないことというものが出てきます。僕も未だに開発を行う際は毎日何か調べるといったことが発生していて、コーディングを行う時間と調査をしている時間っていうのが半々ぐらいですね。ですので欲しい情報をいかに素早く見つけられるかというのは仕事のスピードにそのまま直結するので、サーチ能力というのはとても大切なんです。では実際どのようにしてサーチを行うのかといったコツを少しお話ししようと思います。サーチは基本的に Google の検索サイトを使って行います。プログラミングの技術情報はリファレンスサイトや技術系のサイト、企業や個人のブログ、Q&A サイトといった様々な場所にあり、知りたい情報というのは大抵インターネット上のどこかに存在しています。知りたい情報や解決したい問題があった場合に、Google の検索ボックスにどのように入力するか、そして表示された検索結果の中から自分が知りたい情報が載っているページをいかに見つけるか、といったところがサーチ能力の具体的なポイントになります。検索ボックスには複数のワードをスペースで区切って入力するようにしましょう。例えば PHP で数字を3桁ずつカンマで区切って表示したいといったことがあった場合は PHP 数字3桁カンマといった形で入力をします。するとそれを行うためのサンプルコードが掲載されたページというのが見つかります。同じように PHP で文字列を暗号化したいといった場合は PHP 文字列暗号化といった形で検索をします。 CSS で背景色を設定したいといった場合はCSS 背景色といったイメージですね。自分が行いたいことや知りたいことというのをできるだけ細かく絞り込めるようなキーワードを複数指定するというのがコツです。また入力しているとこのように候補が表示されることがありますよね。これはサジェストという機能です。また画面の下にはこのように関連キーワードが表示されるという場合もあります。どちらも多くの人がこのキーワードとともに検索している関連キーワードです。検索ワードを入力する際にサジェストをあまり見ていないという人もいるかもしれませんが、自分が思いつかないような適切なワードがここから見つかる場合もありますので、サジェストや関連キーワードというのは参考にするようにしましょう。検索結果が表示されたらタイトルやその下の概要文を見ながら自分が欲しい情報が掲載されているページかどうかというのを判断していきます。入力したキーワードとマッチした場合はこのように文字が太字で表示されますので、太字で表示された部分に目線を置きながらざっと見ていきましょう。気になるページがあったらクリックして実際のページを見てみます。もし何か違うなということであればブラウザの戻るボタンを押してまた検索結果ページを見るといった流れですね。最初は欲しい情報が見つかるまでになかなか時間がかかると思いますが、検索は行えば行うほどに慣れていきます。ということで Google で検索する際は複数のワードをできるだけ指定して細かく絞り込む、サジェストや関連キーワードを参考にする、検索結果では太字で表示された部分というのを重点的に見ていく、このあたりをポイントとして見てみてください。そしてサーチしていく中でいろいろなページがヒットすると思いますが、良い情報をみんながわかりやすく書いてくれているとは限りません。プログラミングは専門用語も多いので、初心者にはなかなか分かりづらいように書いてあるページっていうのも多いです。特にプログラマーの個人ブログなどは自分用のメモとして
書いているようなページも多いので、そもそも誰かに分かりやすいように書いていないという場合もあります。そういったページを見るとなかなか理解ができずにイライラしてしまうということもあるかもしれませんが、そういったページにこそ有益な情報が書かれているという場合も多いです。そこで自ら情報をシャットアウトしてしまっても何の得にもならないので、落ち着いて一つ一つ読み解いていくようにしましょう。このあたりは読解力というのも試されます。こういった点ではプログラマーには文系の人こそ向いているとも思います。また時には英語のサイトにしか情報がないという場合もあります。検索結果に英語のサイトしか出ていなくても読み飛ばすのではなく、中をしっかり見ていきましょう。 Google の Chrome を使っているのであれば、英語のサイトを表示した後に画面を右クリックして日本語に翻訳をクリックするとページの内容を自動翻訳してくれます。自動翻訳なので精度はまあ低いですが、意味はなんとなくわかると思いますので、それを参考に読み解いていきましょう。それからサーチした中でこのノウハウは今後も使えそうだなと思うような知識については、自分のノウハウ集としてまとめておくと後で検索するときにさらにスピーディーです。僕はエバーノートというアプリを使って技術情報をカテゴリーごとにまとめています。よく使うコーディング方法やサーバーの設定手順などはこのエバーノートというアプリにメモをして後から検索できるようにしています。全ての知識をここにまとめておくっていうのはなかなか難しいですが、よく使うノウハウはこのようにしておくとおすすめなので、ぜひやってみてください。サーチ能力を高めることで頭に入っていない情報も調べればすぐに保管することができるようになります。これはプログラミングの考え方の軸さえ分かっていればいくらでも応用が効くということです。全てを頭に詰め込む必要はありません。プロだって毎日分からないことを調べまくっています。知りたい時に知りたい情報をインターネットから取り出せる能力、それがサーチ能力です。できるプログラマーは分からないことをスピーディーに調べる能力に長けています。そしてこれはプログラミング以外にも日常生活でもとても役立つ能力です。ぜひ Google、インターネットをまるで自分の脳みそのように欲しい情報を欲しい時に取り出せるサーチ能力を身につけていきましょう。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではフルスタックエンジニアを目指している方のために役立つ情報、ノウハウを発信しています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。